おお、海が広がってるなぁ。こんなところにあのボロ船で乗り出すのはちょっと不安だぜ。何言ってるのマリサ。私たちがやるからには成功は約束されたも同然だよ。お前のその自信はどこから湧いてくるんだ。私は私を信じてる。さあ、いざ海へ。ゆっくりと学ぶ帆船商売。じゃあ、今日は前回購入した商品を売りさばきに行くよ。しょうがない、でもどこに売りに行くんだ？情報を制する者がビジネスを制する。まずはどこで売るのがいいか調査しよう。おう。じゃあまずはお隣のタークス島を見てみようか。オーケー。タークス島、別名ムーシュワーのサファイア。ムーシュワー？調べたけど何もわからんかった。よし無視しよう。ここでは4つの商品を生産してるみたいだね。おい、この葉っぱはヤバいやつなんじゃないか。大丈夫、こいつは合法だよ。朝は昔から繊維を取ったりして利用されている植物だから。よかったぜ、時代的にそういうのもありかと思ったぜ。他にはレンガやカカオ、家具なんかを作ってるようだね。うちの商品とは被ってなさそうだ。って言っても何を持ってるか忘れてるんだが。じゃあ、市場を覗く前に今持っている商品を確認しておこう。私も忘れちゃったからね。あははは。はい、前回クルッキド島で買ったのはこちら。木材100、トウモロコシ45、石炭30、陶器10、贅沢品15だな。うん、それを合計15,585円分持ってるよ。え、通貨単位円なのかよ。わかりやすく円で言っちゃおうと思います。わかりやすいけど、急に安っぽくなったな。わかりやすさに勝るものなし。じゃあ市場に行こう。ここがタークス島の市場か。実際に来てないのに覗けるのは便利だな。貿易においてチート級の情報だよね。だが遠慮なく価格調査していこう。おう。とりあえず緑のバーがない方がいいんだよな。その通りよく覚えてたね。へへ、色見るだけなら簡単だぜ。じゃあまずは、木材を見てみようか。あ、これは緑が2つあるからダメだな。この町には必要なだけあるみたいだね。買った値段をメモっといたぜ。お、マリメもナイス。買ったのが39円で、ここの価格も39円だから。つまりもう受けゼロだね。おう、木材は売れないな。その下のトウモロコシ、こちらは緑一つだな。でも価格は73円だから、47円で買ったトウモロコシは26円分の儲けが出るね。なるほど、緑が1個なら少しは儲けは出そうだな。うん、この調子で他の商品も見てみよう。石炭は緑一つ。陶器と贅沢品も緑一つだな。うん、木材以外は利益が出るね。でも、もう少し他の町も見てみよう。オーケー、少しでも高く売りたいしな。じゃあ次はこのキャット島を調査だ。ね、掘り葉掘り見てやろう。キャット島、別名海賊の島。え、何それ怖い。人口655人だから、さっきのタークス島の半分だね。海賊島だからな。生産品は、綿、カカオ、レンガ、木材の4つ。健全じゃねえか。非合法なもん用意しとけよ。ちょ、何言ってるの。正気に帰って。すまん、海賊島って聞いて取り乱しちまったぜ。ただのあだ名だから。紛らわしいぜ。木材はやっぱり緑二つだからダメだね。トウモロコシは緑一つだな。石炭も緑一つ。あ、でも陶器と贅沢品は緑ゼロだぞ。いいね、こちらは高く売れそうだ。でも、一番多い木材を売りたいからさらに調査するよ。おう。じゃあ次はこのバラコアを見てみよう。おう。ふむふむ。はいダメだな。え、早い。もう見たのか？本当に？ビジネスはスピードが命。こんな地味な調査にいつまでも時間かけてらんないのよ。お前飽きてきたな。はて？さて、その隣の町はどうかな？プエルトパードレ、別名キューバの青い町。人口は1355人か、そこそこだな。生産品は、トウモロコシ、金属、ビール、コーヒー。モロコシかぶりだな。一応市場も見てみよう。案の定、モロコシは買った価格と一緒だぞ。でも、木材は緑が一つもなくて65円で売れるよ。39円で買ったから確かに高く売れそうだ。うん、石炭は緑一つ。陶器と贅沢品は、緑ゼロか。よし、ここにしよう。でもモロコシは売れないぞ。完璧な売り先なんてないからね。いい加減飽きたしな。でも実際、こういう泥臭い作業が利益を最大化するんだよ。ここはテストに出るから覚えといてね。何のテスト？そしたら、クルッキド島からプエルトパードレまで初公開だ。ドキドキするぜ。ワクワクするね。おお、海が綺麗だな。うん、こいつはテンションが上がるね。あ、でもうちら船の操作なんてできないぞ。
大丈夫、目的地を右クリックすれば自動で進んでくれるよ。右クリック？知らないの？そしてズームアウトすると時間の流れが速くなるから、急いでるときはこうやって遠くから見るといいね。マジか。なんか私の知ってる船の操作と違うけど、霊夢に任せるわ。伊達におっさんからチュートリアルは受けてないよ。さあ、そろそろプエルトパードレに到着だ。おお、こちらもごちゃごちゃした家がたくさんあって面白いな。町の奥には、コーヒー農園やビールの醸造所なんかの生産施設があるみたいだね。コーヒーばかり飲んでる。あ、村人がなんか喋ってる。ここでの生活は苦しすぎる。なんか愚痴が多いような。いや、意外と商売のヒントがありそうな気がするね。でも今は目的の市場に行ってみよう。おう。どこもかしこもこじきだらけだ。え、じゃあ早速商品を売ってみよう。まずは木材、65円で売れるみたいだな。全部売るのか？ちょっと交渉してみよう。あ、値段が下がってきた。需要が満たされると値段は下がるよ。お腹がいっぱいになると、もう食べたくないっていうのと同じだな。例えが食いしん坊だけどそんな感じだね。私はわかりやすくだな。わかってるよ。それじゃあ需要を少し満たしたあたり、緑のバーが一つのところで売ろう。小腹は満たされたけど、もうちょっと食べたいってとこだな。一番食べたくなるところだね。売ってやれよ。欲しければ金を出せ。よし、木材60個3796円で売却だ。うへへ、他の商品もこの調子で売っていこう。おう。石炭は863円で10個売却。陶器は1782円で10個すべて売却。贅沢品は10406円で15個すべてを売却。すごい。これで売れるものはひとまず売ったよ。どのくらい儲かったんだ？じゃあ見てみよう。合計でプラス2400円です。え、なんかしょぼいな。トウモロコシが全く売れなかったのと、木材や石炭も売れ残りがあるからね。贅沢品は4928円のプラスか。もうこれだけ売ってればいいんじゃね。確かに一つだけ儲けが桁外れだね。でもその前に売れ残った在庫はどうにかしたいよな。在庫だって資産なんです。でも邪魔じゃね。痛いところを。まあしょうがない、じゃあ買えるか。は？何言ってるの？買えるまでが貿易だよ。だから買えるんだろ。帰りも貿易をしなきゃもったいないでしょ。この街でも商品を買って、また帰って売るんだよ。あ、そういうことか。というわけでこの街の生産品を買って帰ろう。はい、まずは金属。こちらを50個購入。そして、ビールを45個購入。最後にコーヒーを買おう。あ、今気づいたけど、この歯車がついてるのが生産品なんだな。ほんとだ、マリサいいところに気づいたね。まあな、任せてくれよ。あ、コーヒーを買おうと思ったら、積み荷がいっぱいでもう買えなかった。売れ残りさえなければ。ああ、聞こえない。おい。しょうがない、今日のところはこれで勘弁してやろう。それじゃあ、本拠地クルッキド島に帰るとしよう。怒りをあげろー。進路は来た。目標クルッキド島。よう揃おう。右クリック OK。出発進行。また右クリックって言ってる。最近の船言葉にはついていけない。あ、浅いぞ。大丈夫。この船は汽水が浅いからこのくらい余裕だよ。ほんとだ、ボロ船でもいいところがあるんだな。我らが愛船は優秀だ。でも荷物全然積めないけどな。確かに。さあ、クルッキド島に帰ってきたよ。片道3日、往復で6日間の航海だったな。うん、じゃあ休む間もなく市場に直行だ。ブラック船だぜ。タイムイズマネー。お金が私たちを待っている。はい、まずはビールを売ろう。全部売っても緑が一つ増えるだけだね。暑いからビールが進むぜ。こいつは、売れる。よし、全部売ろう。そして金属。こちらは需要を満たす30個分売ってしまおう。これで売れるだけ売ったな。うん。そしたら楽しい楽しい金勘定の時間だよ。おう、どんだけ儲かったんだ？合計で2430円の儲けです。またもやしょぼい。でも息よりも利益は上だよ。確かに。でも金属はまた売れ残ったな。全体の結果も見せてくれよ。OK。今回は、クルッキド島とプエルトパードレの2転換貿易を行ったよ。行って帰ってきたな。うん、その結果は、
合計4830円の利益が出ました。6日で約5000円か。Uber の方が稼げるな。しかも船の維持費として毎日200円引かれます。なので6日間で1200円マイナス。あ、そんな費用がかかるのか。この辺は見落としやすいから注意だね。おう、最終的な利益としては3630円になります。しょぼん。最終的に現在の財産は現金が33630円、売れ残った商品も財産として計算されるのでプラス6098円、あと船が9957円、合計49685円が私たちの全財産だよ。1日あたり1656円増えた計算か。よし、貿易は諦めて明日からバイトしよう。ちょ、何言ってんの。日給1600円でやっていけるか。まあまあ、ビジネスは最初の足固めが肝心だから。だいたい課題も見えてきたし、売れ残る商品や船の積載量の問題だな。うん、次回はその辺を解決して一気に稼いでいこうと思います。ほんとだな。大丈夫、多分言うなー。